たりいな。朝から起きる生活なんて。あ、おはよう。みちる、なんか楽しそう。楽しいの？世界中を演奏旅行して子育てして、今更高校生活？私たち、また青春を謳歌できるのよ。あー、ワクワクするわ、学校生活。録画見ようと思ったのに。また新しいアイドル？海王ミチルさん、素晴らしかったです。大気こうです。夜天こうです。あなたの CD 全部持ってます。ありがとう。聖夜こうです。あなたの走りが好きです。風のようで俺と同じものを持っている。握手してください。ハルコ、星の光だ。あいつら何者だ。まさか私たちに接触するため。ウサギに近づかないで。何をしたの。あいつら、いちいち私たちに挑戦してるとしか思えん。まあまあ。下品な色。自分に似合う色見つけたら。やてんくん、モデルもやってるんだって。今度メイク教えてよ。いいよ。やった。はるか、得体の知れない奴らはちゃっちゃと抹殺してしまいましょう。目障りだわ。ミチル、怖いよ。宇宙は広い。それに加えてスリーライツの3人、何の目的でアイドルをやってるか知らないけど、あの3人太陽系のものじゃない。星の力を感じたのよ。ってことはウサギの2人目の子供か。セーラースターライツ。セーラー戦士、そんなバカな。ビーナス、これ以上近づくな。近づきたいならまず私の屍を越えてからだ。お前たちの正体と目的は。今度の敵はセーラー戦士というわけか。では、その流星雨が侵入者だわ。奴らは星としてこの地球にやってきたのよ。三人の監視は私が続ける。僕のことをさ。ミチルが僕の。お前たち、一体。体が動かない。カードに何かが。あれは。こいつは。ウサギ。セーラーギャラクシア。私たちのキャッスルへ戻ろう。そして太陽系内にシールドを張ろう。セーラーパワーガーディアンの力を借りる。これ以上の侵入者を防ぐにはそれしかない。そしてセーラースターライツに協力してもらおう。銀河中のセーラー戦士のデータを集め、何が起こっているのか確かめるんだ。今度の戦いは私たちだけのレベルじゃなさそうだ。プリンセスウラヌスから通信が入っています。プルート、すぐにシールドの用意を。流星、それでシャドウギャラクティカの兵士どもは一体どこから。プルート、会いたかった。よかった。